さあ、久々のヨットレースでございます。小室浜沖、左に友の浦、正面ですね、こちらの方は四国がうっすら見えております。小室浜沖合で久々のレース、今回20点オーバーぐらいが集まるらしいですから、やっぱりねみんな溜まってるんですよね。ほんと久々のヨットレースでございます。今日は30度ぐらいになる予定で、風は、3.5 メーターから2メーターぐらいっていう、そういう予報があります。あー、ニオマリーナからうまそうも来てますね。おはようございます。お、すごい4人じゃ。どうしよう。さあ、会場集合、会場解散ということですから、ね、フラッグ上げてる船についていってレース海域まで、そのまま先導していただいてエントリーするっていう、そんな感じですね。さあ、クルーザークラス4分前の、ホーンが鳴りました。クルーザークラス、クラス2がですね先にスタートして、クラス1がその5分後にスタートっていう、そういう流れになります。今日はクラス10艇、クラス1、10艇のエントリーということです。クラススタートです。抜いちゃるよ、後からすぐにね。クラス1スタートしたら猛追したいと思います。今回はのスターティングスキッパー僕やらせていただいてですね、後から変わります。ごめんね、左全然見えんけ、見てね。はい、前見てよ、わからないよ。SV 来てますよ。 SV 通れますか。はい、360度回ります。ここで一回かじります。マスクかじれて目にやれて、速度が足りんけ、あのタックできん。はい、回ります。変えます。あの船どうしよう、かわそう。あの船のケツ行きます。そのままもうスタートライン。そうですね、そのままスタートですね。今2分前。はい、もう守ります。タッチ変えます。もうその前、手前に変えます。はい、読んでね、全速で行きます。スタートラインに僕ら登ります。はい、皆さん早くアウトも気をつけてください。全速で行きます。ちょっと立ち遅れた。いいよ、お前。はい、メイン引いて。いいよ、いいよ。1分10秒前。いや、もう何秒前。10秒前。10、9、8。え、マジか。はい、マスク。はい、わかりました。はい、OK、OK です。左だ。さあ、いいスタートですよ。メイン引いて、マスクメイン引いて。はい、そのまま行くよ。いいよ、いいよ、うちらもいいよ。何秒？ハイクアウト、ハイクアウト。誰？うちじゃないな、セムタンじゃ。はい、あ、そうですね。マスク変わるよ、足、スキッパーね。はい、いいよ、行くよ、行くよ。はい、はい、返しました。メイン、この辺おります。
さあ、スタートしました、なかなかいい位置じゃないかなと思います、一番上の方ですよね、風上の方にで、スタートしましたから位置的にはいいポジションで、マルガリータスタートしたかなというふうに思います。おっと、なんと同じクラス 31S のコロンビアと、エスプリ、この前を走っているという状況ですね。いや嬉しい、嬉しいございます。サーバー、きれい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 、後ろ頼むよ。いや迫力があるね、いや迫力があるね、撮るよりよカメラケンちゃん、かっこいい。いやカメラ切ったらものすごいシーンが来るんですよねこれね、ほんとやばいやばい。なんかえらいみんなちょっと来ますね、ええ、あのね多分ねライブらしいむき出しなんですよ。はいスタンバイ OK、 はいお願いします。はいタッグ、よいしょ、もうちょっと行こうかな、もうちょっと行っていいかな。さあスタートして5分ですけども、早くね、タックしたあちら見えますか、画面中央のフロンティアです、その後エスプリ、そういう流れです。我々の方が風上にいるので若干有利なのかなっていう感じですね、そして我々とほぼ並走しているのが同じヤマハの 31S アズサですね、同じようなスピードで、走っています。アキーであるフロンティアとか、エスプリがタックしたら教えてな。あ、いや本当ですね、あのハスケですね。アースアタック、風が変わった、まあいいいいね。いやセムタンの上り角度いいね、さすがニューセールじゃね。さあさすがフロンティアです。この、コースでですね、じわりじわりと、いつの間にか抜かれてしまいました。いつの間にかフロンティアに抜かれてしまいました。でエスプリもタッグ、エスプリの前には出るっていう感じですね。さあエスプリさん、エスプリさんの前を走っております。マルガリータ、スプリート動画艇でございます。動画艇がたくさんあるしの面白いね、うん、ねえ、かろうじて抑えました、はい、さあ一発でですねこのタックが最後だと思っていましたら風が落ちました。第一マークの手前で風が落ちてですね、ちょっとこのままでは登れないよっていうそういった感じになってますと言ってました。私たちの手前にあるですねフロンティア、タックしました、先に沖に出て、ね、あの V をマークを目指すっていうところでしょうね。さあエスプリが我々のですね右舷の方に接近しております。エスプリの方が上り角度がいいっていうことですよね。動画立てこういうふうに競い合うとですね自分の船の、なんか状況ですね分かりますよね。チューニングをもう一回し直した方がいいなとかそんなことをね
感じながらレースをね。さあこのラインですと第一幕回れるというふうに思います。すごいね、渋滞してるな、こう、ね、いやこれ祭りですね、第一幕祭りが始まってます。我々もあの祭りに参加したいと思いますので、速やかに向かいたいものでございます。第一幕祭りです。30m、 100m、 さあどんどん第一マーク回っていってますよ。インネーカー上げるのはね早かったから、フロンティアがね抜いていってるんですよね。いや抜かれないです、抜かれない、動かない、ごめんなさい。そう、我々も舵が動きません。出る準備をして、はい、企画ですよ。いやもう切れない、十分あの不倫症や。いや絡めて嬉しいっす。はい。あ、そうですね。これむちゃむちゃ微風です。ね、第1マークから第2マークに行くまでの間すごい風が落ちました。隣は ボナンザ、手前は風邸。マスク落とさないけん、落とそう、落とそう、マスク落とそう、落とそう、このままキープ。見えました。見えた。分かる。下らしたよ。大丈夫？大丈夫。ねえ、悔しいね。大丈夫。はい、登らして。こちらエルビエントですね。多分クラスワンの1位ですね。これで帰れれば。さあ着順、順位でいきますと、リアルな順位でいきますとですね、2番手走っている、セムタン、黄色い船体のセムタンで、おそらくその後がうまそう、これはあのクラス1クラス2のトップですね、うまそう。その後、こちらのマークの方ですね、ちょっと、団子状態ですね。よし、磨くぞ、船底をピカピカに。さあ、予報通り風が落ちてまいりました。よう声が聞こえますね、これは1キロや2キロぐらい聞こえる感じよね。え、ちょっとどういうことですか、事件です皆さん。なんと、え、怪盗ショール人がいますよ。待て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 、これは我々はタイムオーバーということ、もしかして記録ちょっとどういうこと、あれあのマーク回収するつもりやね、我々あともうちょっとでマーク行くんですけど、あいつもフック持ってるよこれ、え、マジでこれ第3マーク、マジか、タイムリミットか、おいおいおい、我々の目の前で V がなくなりました。目標の V がなんということでしょう、皆さん90分でした90分、マジですか、ということは90分今経ったんですね。じゃあちょっと待って、これ3分の2以上は多分もうアウトですよ、タイムオーバー、まだ浮いとんじゃけ。さあ第2レースするのかどうなのかっていうことで、1時間ぐらい待ってましたけどね、もう中止みたい、ゼッケンを、みんな本部店に渡しに行ってます。どうもありがとうございました。お世話になりました、ありがとうございます。
She spins all her